龍禅様、義が動き出しました。ご方面から職に進行してきているとのこと。そうか、本来ならば諸葛亮に任せたいのだが、あいにく体調が優れないようだ。私たちだけで迎え撃たねばならないのですね。敵は周到な策を用意しているようです。諸葛亮殿なしでは。心配はいらないぞ。諸葛亮から策を預かっている。これに従えばきっと大丈夫だろう。諸葛亮殿はすでに事態を見越しておられたのですね。わかりました。では皆にもその旨を伝えます。ああ、私にとっては初めての戦いだ。難しいことは皆に任せよう。義が攻めてきてしまった。皆何とか追い返してほしい。敵は外邸に本陣を構えております。龍禅様、この長子龍にお任せを。龍禅様、諸葛亮殿からの書状、お忘れではありませんよね。ああ、そうか。みんな待ってほしい。諸葛亮から策を預かっているのだ。我らが向かう。もう敵にしたら諸君は指示ど。俺の承知します。指示は皆に行き渡ったようだ。あれ、うまく。すごいな、キンペ。父上も喜んでいると思う。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。劉備殿のいない職などすぐに瓦解しよう。これが引導を渡してくれる。毛達殿はそういう。職の勢いは侮れ。このため自分が援護に回ろう。自分は孫子公。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。なぜこんなに強いんだ。寝返ったのは失敗だったか。敵将討ち取った。いい感じだな。お前の戦い見てると元気が出るぜ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、なんとも勇ましき戦ぶり。お前が真の三国武士。元軍などが職軍を結束して。
こう来て捕らえたのだが、誤った。範疇は防衛できましたね。これで策もきっとうまくいくでしょう。あれ？もう終わり？ならよかった。すごいな、銀兵。父上も喜んでいると思う。策ではない。私が防御に当たるとしよう。防衛艦を脱出する。みんな続け。うまくいきそう。張り切っているな。そう信だろう。これでいいかな。俺も宗家千里の駒として援護しよう。やっそ、バカだ。油断があったのか。失った職を侮っていた。
我が君のもとへは行かせませんわ。みんな敵の将を止めるのです。無策で出迎えたか。兵器で貴様らを追い返してくれる。うまくいきそう。あれ？これでいいかな。おやめなさい。全力。すごいな、銀兵。はい。父上も喜んでいると思う。できる。私に挑むよかろう。かかってくるな。うまくいきそう。はっ、あれ、これでいいかな。私に勝てるつもりか。何度も傲慢な。なんという強さ。敵将撃ち取った。いい感じだな。お前の戦い見てると元気が出るぜ。すごいな、銀兵。父も喜んでいる。諸君を滅ぼす好機を生かせぬとは、どこかに慢心があった。だが意を本気にしたか。諸葛亮は咲くと皆の奮戦のおかげだ。これからも諸君を守ってほしい。龍禅様、魏の全軍が撤退したとの報が入りました。そうか、皆が一丸となって頑張ってくれたおかげだな。こたびの戦は何としても勝たねばなりませんでした。劉備殿亡き後も蜀が健在であることを内外に示す意図があったのです。その思惑通り、我らは一致団結し、五方面の攻勢を跳ねのけました。これで蜀の力は世に示され、魏も呉も当分の間は攻めてこないでしょう。ああ、頼もしい皆に支えられて私は幸せだ。これからも仁の世のために働いてほしい。
義の信仰はそなたのおかげで無事に食い止められた。次はどうすればいいだろうか。我らは劉備殿、関羽殿、張飛殿を失っても義と真っ向から戦えると示せました。今こそ呉との関係修復を図るべきです。そうか、だが簡単ではなさそうだ。呉は我らと争った相手、私たちの話を聞いてくれるだろうか。聞いていただかなくては我らの描く天下には届かないでしょう。私が呉へ向かいます。直接話せば必ず聞き遂げてもらえましょう。そうか、ならばこたびの件そなたに任せよう。私は何もかもそなたに任せてしまっているな。それが劉備殿より託された私の役目です。仁の世を実現するため何事もいたわずに行う。よくお越しくださいました、諸葛亮先生。この度は私、陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが、医療での策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても、物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに孫悟との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れません。ですがそれでもなお語るべきことがあります。孫悟と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀漢と孫悟の対立に意味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫悟と蜀とで大国葬儀を打つ、そしてその先は。その時こそこのような席ではなく戦場で雌雄を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため今一度共に戦いましょう。
次は南中へ行くって話だ。奴らは義に焚きつけられて諸を侵略者だと思い込んでるらしい。諸葛亮、義攻めない、なぜだ。我劉備の夢叶えたい。まあまあ、諸葛亮殿にもきっと考えがあるんだ。劉備殿の夢を叶えたいのはみんな同じ。焦っちゃダメだよ。南中、どんなとこかよく知らないんだよね。見たことないぐらい大きい動物がいるって聞いたけど、あ、それなら乗れちゃったりして。ねえねえ観察、その動物に会ったら乗れるか試してみない？二人で南中旅行とか超かっこいいし。え、私と乗るのかい？おいおい、遊びに行くんじゃねえんだぞ。南中では何が起こるかわからねえ。気を緩めるなよ。慶州を失い天下は一歩遠のいた。これから先我らに負けは許されない。すべて勝つつもりで皆一丸となって戦おう。南中は多くの部族が手を取り合い共存している地域です。彼らを束ねる長猛角を倒すことが今回の戦の目的となります。しかしただ攻めるだけでは彼らを屈服させることはできないでしょう。え、じゃあどうするんですか？南中の民は敵する相手ではなく共に手を取り合うべき相手。彼らを屈服させずに振幅させるのです。そのためには心を攻めなくてはなりません。心を攻める策、それは一体？敵の心を攻め戦う気をそぐのです。我らが勝てない相手だと分かれば降伏を促すことができるでしょう。決して一息には攻め込まず、徐々に敵本陣へと攻めてください。ええ、義と戦うには南中との融和が不可欠。大王猛角と手を組まねばなりません。大王を侵略するまで何度でも戦い諸の強さを示しましょう。南中、情報をお伝えできます。奴らの鎧は非常に硬い反面
燃えやすい。攻撃に火を用いればたやすく破れそうです。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。やっ、あれ、うまくいったみたいです。ことが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。したいのは山々だが、毒沼があって前に進めない。何ちゅうの兵は毒沼を平気で歩いていますね。指揮官は何か秘密を握っているのでは。やった、何ちゅうはわしら家族の庭だ。毒者がうろうろすんじゃねえ。すげえやつらしい。おお、これで毒沼も安心して渡れるな。早速みんなに配れ。あれ、もう終わりならよかった。の仲間は私が捕まえたよ。返して欲しければ今すぐ国に帰んな。調子に乗っちまった。どうか助けてくれ。これでいいかな。母ちゃん、思いっきり暴れてやれ。他の奴らはわしが引き受ける。やっこっ、ここだ。
けどね。家族を守るためなら容赦しないよ。これでいいかな。これは本気だ。なんとかしてくれ。本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。本気だ。なんとかしてくれ。うまくいきそう。あれ、これでいいかな。やれやれ、負けちまったよ。全力。こんな作戦柄じゃなかったね。母ちゃんにいいとこ見せるつもりが情けねえ。あれ、もう終わり？ならよかった。その勢い誰にも止められますまい。裏切らないので許してください。あれ、もう毒沼にはご注意を。入るだけで徐々に体力を奪われます。眼中には毒を無効化できる忍者もいるとか。お困りの際は探してみてはいかがでしょう。よし、直ち
見つけ、さらに戦闘に備えるのだ。ダメだ、うまくいきそう。どうあがいても勝てねえ。これでいいか。俺たちの勝ちだ。貴様、ようやく大王を進歩させられました。これで何十との融和はなりそうですね。貴様、力比べでわしらが負けるなんざありえねえ。もういっぺん勝負しやがれ。何十王よ、勝負はすでについています。何と戦っても我らに勝てぬことはあなたが一番よく分かったはずです。我らにとってこれ以上の争いは無益です。ここは手を取り合い共に国を豊かにしませんか。なんだ、攻めてきたと思ったらわしらと仲間になりたいだと。こっちを来るのもいい加減にしやがれ。私たちが南中を攻めたのはあなた方が義の還元に乗り職を脅かしていたからです。侵略の意図があったわけではありません。私たちは敵ではなく共に立つべき仲間、ご理解いただけませんか。負けは負けだ。ここはおめえらの言う通りにしてやる。ただし腹から信用したわけじゃねえからな。わしらの仲間って言うんなら二度と攻め込んでくるんじゃねえぞ。ご理解感謝いたします。南中は無事に平定。次はいよいよ義に攻め込む番だね。義との戦いか。艦中を奪ったのが遠い昔に思えるな。あの時は親父も関羽殿も宝生殿もそして劉備殿もいたのに。ちょっとしんみりしないでよね。その人たちだってあんたが落ち込んでたら悲しいと思うし、みんなのためにも前向きに戦った方がよくない。我劉備の志叶える。劉備殿の志はこの馬防機も確かに受け継いでいる。その魂と我が正義の槍で非道なる義を討つ。私は父上と兄上の志を継ぎたいのです。だから何としても職を守り竜禅様の天下を実現します。私も精一杯戦います。軍神の子として恥じることのないように。ま、みんなそれぞれ思いはあるよね。だけど目標は一つだ。さあ力を合わせて義を倒そう。兵たちはみんな義を倒そうって盛り上がってる。見てると俺たちまで燃えてくるぜ。熱い闘志に満ちているって感じだな。ああ熱い闘志か。馬長殿もきっとそうおっしゃったに違いない。馬長病で死んだ。
仲間、また減った。みんな暗い顔しないでよ。若の分まで俺たちが燃えればいいじゃない。きっと若もそれを望んでるって。戦いましょう、馬長殿の分まで。これより北伐の準備を行います。我義攻める。義援殿、気持ちはわかるけど準備も大事だよ。馬隊の言う通りです。南中は制圧しましたが、まだ国内外でやるべきことが多くあります。それらを解決し、万全を期して出陣しなければなりません。しかし敵も我らの動きに気づくでしょう。時間をあまりかけぬよう皆で協力し、分散して取り掛からねばなりませんね。一人で全ての問題に当たる必要はないと。ええ、北伐成功のため確実に任務を遂行してください。では皆様よろしくお願いします。お前さん、武将総督。北伐の成功をなくして陣の世はなりません。来たる戦いに備え万全の準備を整えましょう。このままギグ、このギグが
越したぞ。こっちだ。これで、あれ、もう終わりならよかった。なかなかの実力を持っていますね。諸君、なぜこんなところに。いやいやいや、今は戦ってる場合じゃないってのに。あれ、それでいいかな。あ、引かねばならぬとは。強族との階段が。強族との階段はお流れか。せっかくここまで来たのにな。義軍、強族を待ってるよ。気になるな。辺りを探ってみよう。強族の終わりならよかった。すごいな、金平。父上も喜んでいると思う。皆の尽力により北伐の準備は整いました。あとは来たるべき日を待つのみです。
皆さんのおかげで準備は整いました。諸葛亮。はい。リカン。孔明様、一つお聞きしてよ。これほどの遠大な、なぜ義から感じですなら失敗。孔明様、孔明義です。私孔明義です。い以上が北伐を前にこの諸葛孔明が申し述べたいことの全てです。趙雲殿、すまない。諸葛亮殿の言葉に過ぎ去った日々を思い起こしたのだ。そうか、私たちが物心つくよりも前から趙雲殿や父上たちは戦ってきたんだな。すごいよね。流浪して戦って、その果てにこの職を打ち立てたんだから。デュービー、我デュービーの夢叶えたい。皆の気持ちは嬉しく思う。私も父上の夢は叶えたい。しかし戦う以外に道はないのだろうか。でも敵がいるならやっつけるしかなくない？この長い乱世、俺たちで終わらせよう。いざ葬儀を討たん。葬儀を討たん。皆の心、よくわかった。そなたたちの武運を祈っている。劉備殿、行ってまいります。馬謖などが率いる先発隊は順調に進んでいるようです。我々は彼らのご図、いわば二段構えに。報告、外邸に進軍した馬謖殿が敵に包囲され、さらに先発隊が止まったことにより敵が生き、まさか外邸の我が軍が危機におる。馬謖には綿密な指示を与え、副将の王兵にも。それが馬謖殿は上将の命に反し、王兵殿のいさめも聞かず外邸近くの山上に布陣した模様。ああ、山上に布陣すれば馬謖、外邸を守れぬ以上北伐は失敗です。皆さんは各地で苦戦している先輩、その上でどうか
前線の馬謖たちは苦戦しているようですね。早急に体制を立て直す必要があります。そのために芝居のいる天水を落とします。義軍を押し返し味方を救いましょう。それにしても天水南東の布陣は見事ですね。どんな人物が指揮をしているのでしょうか。ここで防御体制を取るのだ。体制を取るのだ。このいい命くれてやるわけにはいかん。これでいいかな。敵将討ち取った。その感じ忘れない。
布陣は終わっているな。これで職軍を迎え撃つ。なるほど、隙のない見事な陣形だ。脅威に任せときゃ楽できそうだな。伝令、軍神の番頭に陣を敷いた大将が判明。人事と噂される脅威のようです。脅威ですか。ぜひとも我が軍に向かい彼を捕獲するよう全軍に伝えてください。素直に寝返ってくれれば良いのです。敵の手に落ちるとは無念だ。早く処刑するがいい。どうした、なぜ手を下さない。まさか私に木を裏切れというのか。うまくいくさ。少子、勝敗はまだ決していない。これでいいかな。私は最後まで義の将として生きる。捕らえて懐柔しようとしても無駄だぞ。これ以上の戦闘は無理か。お先にごめん。それもう終わりならよかった。素晴らしいご活躍、お見事です。捕獲しました。しかし意志は固く、職には寝返らぬと。捕獲しただけ上出来です。あとは私が何とかしましょう。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。はるばるご苦労だったな。この地を貴様らの墓場にしてやろう。私に勝てるつもりか。なんと傲慢な。うまくいきそう。あれ、これでいいかな。
略が及ばないだと。おのれ諸葛亮。芝居は引きましたか。どうやら最悪の事態は避けられましたね。しかし被害も少なくはない。どうやら北伐の続行は不可能でしょう。敵将討ち取った。皆さんの働きによって芝居は撤退し、義の勢いも止まりました。ですが我が軍の消耗も激しいため、これ以上の進軍は不可能でしょう。これより生徒に撤退いたします。馬職には相応の処置を考えておきます。孔明様、捕虜を連れてまいりました。あなたが天水の南東を守備した将ですね。伝権の地に適切に兵を配置したその手腕、お見事です。早く殺せ。私はお前たちの言いなりになどならぬ。敗れてなお義への忠誠を示しますか。それは立派なことです。ですがその義は必死に天水を守っていたあなたを見捨て早々に逃げ帰りました。そんな方々に義立てをして何になるというのでしょう。あなたの処置は生徒へ戻り次第決めましょう。ですが悪いようにはいたしません。あなたには大切なお話があるのです。関東直入に見ましょう。脅威、あなたに私の体型の手伝いをしていただきたいのです。私が諸葛亮殿の補佐を。私は先日諸へ下ったばかりの新参者、そのような大役はふさわしくないのでは。誤算も新参もありません。私はあなたの英知を買ってお願いをしているのです。ガリオと称され乱世随一の使者であるあなたにそこまで認めていただけるとは光栄です。しかし私が裏切って義に戻るかもしれない、そうは考えないのですか。私は筆さえあればいつでも義の方々にあなたを疑わせることができます。ですがそんなことはしたくありません。あなたには心から職の将になっていただきたい。私たちの目指す仁の世の実現共に成し遂げませんか。諸葛亮殿の強い思いしかと受けたまわりました。今日白薬、これより仁の世へ向けて共に尽力いたします。よろしくお願いいたします。諸葛亮殿。いえ、少将。こちらこそよろしくお願いします。
先の北伐は入念な準備も実らず失敗してしまいました。二度も失敗しては陣の世は遠のいてしまうでしょう。こたびの北伐は呉との連携を図り必勝を期します。呉とは盟を結んでいるとはいえ以前のような関係ではありません。我らの思惑に乗ってくれるか気がかりですが。我らのみに利があれば乗らないでしょう。しかしこたびの北伐は双方に利があるもの、私が説得し必ずや動かしてみせます。わかった。そなたがそこまで言うのであればうまくいくのだろう。だが諸葛亮、一つ約束してほしい。国のことを考えてくれるのはありがたい。だがそなた自身をもっといたわってくれ。私は何もできぬが、脅威や制裁たちがいるのだ。もっと皆を頼ってほしい。龍禅様、もったいないお言葉でございます。お気に召すかしら。
っ